続き変えていきまーす。よし。だいぶ効率悪いやり方をしてると思いますけど。アナログ出身なんてね。しょうがないっす。この動画では、作画配信ですが、今後動画を作る勉強をして、漫画の、ね、描き方とか、漫画の描き方と絵の描き方と、僕自身、俺自身が、連載を目指して漫画の活動してますので、それをね、どうやって漫画買って仕事するようになるのかなっていう過程を見せていきたいなって思ってます。こいつがね、本当に書きやすくていい。マージで書きやすい。本当にこのヘルメットみたいな髪型にしてよかったわ。なんかどっかで見たことあるんだよな、こういうなんかこう。横髪が前にズンってこう、角みたいになってる。ガンダムにいなかったっけ？わお。ガンダムになかったっけ？谷間も描いちゃうよん。なんかいいね。こう、言いたいこと勝手にベラベラ喋れてさ。YouTube。YouTube っていうか動画。ちょっと慣れてきたら好きなことをもっとやっていきたいっすね。基本的にやりたいことは漫画に関することなんですが、このね、自分が描いてるキャラクターがもし YouTube をやったらどうなるのかみたいのも、で、ちょっと漫画を見てくれてる人たちに また違う漫画の楽しみ方を提供できればなぁと思って始めましたよと。作画配信ってどうなんだろうね。これだって。なんか続きじゃないや、ネタバレになるしね。この俺みたいな、これはなんかよくわかんないのが書いてる分にはいいけどさ、プロとかが作画配信ってどうやってんだろう。画面映さないでしてんのかな。画面映さないでおっさんが書いてる姿だけを映し、需要あんのかな。手やばい、手の下手さがバレてしまう。手の下手さがバレるだに。こう書いて足の下手さもバレちゃうよ。下手下手って。今から漫画とか絵の描き方を紹介しますよっつってる人が、絵が下手、絵が下手って。あかんよね。自分で言ってちゃう。まあ、絵がうまいんで、見といてください。めっちゃうまいから。
ここに関節、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 そう、くるぶしがありますね。このくるぶしを起点にして、くるぶし、くるぶし。関節が2つありますよっていうのが分かればいいんだよね。1個、2個、第1、第2関節、第1、第2、第3関節。第3関節いらない。第2関節まで書きまして、こうやって、はい、結構肩とか腰とか全体的に丸で下書きすることが多いですね。足はちょっとわかんないです。ここにくるぶしがありまして、なんか適当にここにこう書いて、ほっで、ここが断ち切り線、まあ、自分はここの一番内側の線で、立ち切り線、あ、やばい、書き順がバラバラなパレル、ここで切れちゃうので、ここね、ここね、ここから上は見えないと。ここら辺は実は書かなくてもいいんですけど、書いちゃいますよね。ちょっとこうかも。女の子の手がね、むずいよね。自分の手がさ、プニプニすぎて全然参考にならないから。こう書いて、こう、ちょっと指先が、長い。尖ってる方が女の人っぽくなるんだよね。知ってるよ。知ってるよ、そんなの。あの上手い人の動画で見たよ、それ。うるせえ。ほい。子供の足なので、にょん。ちょっと丸く。こうやって書いて。いきまーす。足もむずいよな。よくみんな描けるよな。絵うまい人ってすげえ。ちょん。爪が黒い。こうな、とりあえず漫画の描き方とか漫画研究、まあ漫研みたいな感じでストーリー解説とか漫画の作り方、どうやって、まあ作り方っていうか漫画の話の作り方かな。やっぱり絵が上手い人はいっぱいいるんで、絵が上手い人の動画はめちゃくちゃあるんで、ちょっと俺がやんなくてもいいかなって。ちょっと絵で売ってる作家ではないので。そして、別にこの、あれなんですよね。
別天才ってわけでもないので、その才能みたいなね、才能って何みたいな話もしたいですし、その天才じゃない人がどうやって漫画を描くのか、勉強すれば描けますよっていうやり方を少し自分が今まで見聞きしてきたこととか経験して分かってきたこととかを解説もしたいですしね。逆にすごい人よりてる人の気持ちがわかると思うので、漫画の描き方、漫画とは何なのか、なんで描くのか、かぶったら人とネタやキャラがかぶったらどうなるのか、全部解決しますから。実は解決策があります。売れるにはどうしたらいいのとかね、それは分かりません。分かったら、分かってたらもう連載してるし、知ってたら君たちにそんなことは教えません。独占します。めんどくさい。宮崎駿がさ、言ってたよね。ああ、めんどくさい、めんどくさい。ああ、めんどくさいって言いながら。なんでめんどくさいのやるんですかってインタビューされたときに。こういうのはね、めんどくさいもんなんだよ。って言ってたからさ。漫画描くのはめんどくさいんです。これをめんどくさがらずに余裕で描いてる人が漫画家になれんだなは嘘なんで、もうみんなめんどくさがりながら描いてます。切れながら漫画でさ、現実にこんな髪のやついたらさ、髪の毛の髪型のやついたらやばいよなって思うけど、大事だよね。そういうデザインが大事。だからさ、なんかなんだ、結構好きな髪型のてかキャラクターデザインとかが、個人的にはポケモンとか稲妻イレブンとか、稲妻イレブンレベル5とか、あそこら辺のキャラデザすっごくいいと思うんですよね。ちょっと子供っぽすぎるんだけど、子供っぽくはなっちゃうんだけど、ちょっとなんか可愛らしくも個性的みたいな。で、普通だったらこう、違う、こうなるんで、ここに空間がね、できるわけ。ここに、でもね、やっぱね、ターゲットが男の子だとね、こうなっちゃうんだわ。こうはならんだろうっていう服のおっぱいの感じになっちゃうよね。それはね、もうサービスだから。こうならないよ。こんな感じに胸はならないよ。うるせえ。知ってんだよ、そんなこと。スマブラとかしたいんよな。
漫画でも書いてるしね。漫画で書いてるから、違う。ゲーム実況でやりたいがために漫画で書いたまである。逆輸入。それの伏線。それをやることによって、ああ、漫画でも出てたし、関係あるかって無理やり関連性をつけてやる理由を作ってます。だからスカート、履いたことはあるけど、難しいよね。何がどうなってるかわからん。ここがこうなって、こうなって、で、蛇腹状になってるわけじゃないからさ。こうなってんだよね、ずーっと。個人的には太い方が好きです。ケツがでかくてタッパのある女が、好みです。あー、変だ足。いや、変じゃない。あなたが変だと思わなければ大丈夫。自分が。ん？なんか変かな？うわ、書き直しすぎだーって思ったら一回立ち止まって。変じゃない。これは変じゃないって言い聞かして。書かなくてよくなるから。書き直ししなくてよくなるから。宮崎駿で思い出したけど、結構ジブリの制作中のドキュメンタリーとか結構あるんですけど、あれ見るの好きなんですよね。たまに見たくなっちゃって、この間 DVD 買っちゃいました。なんだっけ、あれあれ、やばい、おっさんが出てる。おっさんが、あれ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 、なんだっけ、あれあれ、おっさん、なんだっけ、もう頭が回らん。なんだっけ、崖の上のポニョじゃなくて、坂道のアポロじゃなくて、なんだっけなんだっけ、もう忘れたんで、また今度の話にします。いや、気になるな。なんだっけ、ちょっと調べよう。小栗小坂からだ。小栗小坂、2011年小栗小坂からの制作。制作現場のドキュメンタリーが、宮崎吾朗監督と宮崎駿パパの喧嘩のシーンしか載ってない。ずーっと喧嘩してるっていうのがすごい面白いんですよね。本当になんかそういうの見れる人は本当に見てほしいんですけど、逆にジブリ好きな人は見ない方がいいかもしれないですね。そういうの裏事情みたいな、めっちゃおもろいから、あれずーっと喧嘩してる。吾朗監督がちょっと大人びてるんですよね。大人びてると大人なんですけど、で宮崎駿監督が結構こう頑固っていうか、でも宮崎駿監督にはやっぱり導いてもらってるっていう。あ、違う。宮崎吾朗監督が、こう、すごくないとかって言うんじゃなくて、宮崎駿監督が、すごすぎるみたいな、話なのかな。その、ジブリの中で、なんだっけ。その、宮崎駿監督の、次に収益が多い、監督が宮崎吾朗監督だから、めちゃくちゃ敏腕監督なんだけどね。すごいよな、やっぱり年齢を気にしてるみたいですけど、年を取って書けなくなってきた、その体力がっていう話をしてたんですけど、やっぱり漫画家も体力勝負なんでね、漫画これから描きたいよって人は本当にあんまり徹夜とかエナジードリンクガブ飲みとかしないように
してください。長く書けなくなっちゃいますよ。死んじゃうぞ。こっから背景書いてトーン貼って。ふーん。これ4ページだからいいけど、本当にこれが何十ページってあるともう絶望よ。絶望。またこれ。よし。全然よしじゃないけど、一回やめよう。あー、来た。よいしょ。はぁ。よいしょ。左右に首振っとこ。ほい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 。あれ、全然動かない。首が。いで。さよなら。